はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は SKS のメテオリック使っていこうと思います。いやもうね、例によって例のごとくね、あと1回で10人倒せばダイヤ迷彩ゲットできるとこまで来ました。いや長かった。マックスマンは本当にあんま使わないんでね、まあ今回もね、チームメイトのピロに協力してもらっていきたいと思います。レッツラゴー。はい、場所はヌークタウンイヤーオブザドラゴンですね。行ってみましょう。ここら辺から撃ってりゃいいんじゃないかな。スナイパーと同じ感じでいいと思うけど、相手スナイパーだったら一発で死んじゃうね。気をつけないと。いや、SKS もね、すごい強い銃なんでしょうけど、自分みたいにね、エイムがあんまりね、上手くない人はね、そんなに強いっていうわけでもないんですよ。ただ連射ができるからね。うん、当てやすいっていうか、倒しやすいっていうぐらいの銃なんでね。スコープを結構つけること多いけど、スコープなしでやる人も結構多いらしいですからね。あ、やられちゃった。いやー、2発か3発当たったと思ったんだけど、3発目が当たらずか。はい、ヘッドショットでリベンジをかまして、の前進しましょう。この辺からでいいんじゃないかな。トリップマインを除去。あ、当たらないか。あ、向こう奥引っ込んじゃった。あ、今出てきてるね。あれ見えねえな、なかなか。はい、倒して、ん、ここも倒してヘッドショットで持ってリロード。30発入っててね、結構遠い距離連射できるからね。まあ使いやすい武器って言ったら使いやすいと思うんですよ。マックスマンの中では比較的使いやすいんじゃないんかな。ただこれ世界大会かなんかでこれ禁止になってるんでしょ。いや今はどうかわからないけどね、なんかそんなこと聞いたようなことがあるな。これとアーガスと何の銃だったかの、なんか大口径弾薬かなんかは忘れたけど、なんかが禁止になってるみたいなことを聞いたな。はい、ここにセントリーガンを設置して、とりあえずこっちに回ってきて、ここで撃っていきましょう。はい、倒して、ん、あそこの左の角でまた撃ってんのかな。はい、倒して、足落としたから分かりましたね、今のはね。はい、ヘリコプターを出しておきましょう。もうなんせ10人この SKS で倒せば OK なんでね。さあ、あ、え、セントリーガン潰されちゃった。よし、じゃあここいるでしょ。ここ OKOK、 倒して、倒して、あ、倒して倒して倒されちゃった。中に普通にタイプ25の人がいたのか。あ、ワンちゃん出すのちょっと早かったな。まあいいや、ワンちゃん大行進頼んで、ワンちゃん行ってくれ、倒してくれよ。一人でもいいんで、おお、トリップマインを除去。あ、ワンちゃん倒してくれた。ワンちゃん最高。ナイス、ワンちゃん。また一人倒した。オッケー。じゃあ役に立った。ああ、ワンちゃんお亡くなりに。あ、誰か倒してくれたかな。あ、上から撃たれちゃった。上全然気づいてなかった。ソードフィッシュですよ。ヒューチマルの天敵、ソードフィッシュ。いや、あの銃にだけはなんでかよく撃たれるんだよな。さあ、あ、ここでもピロがいてくれるんだったらいいかな。どうだろう。ピロの方がね、実はエイムうまいんですよ。ピチッとこう合わせられるんですよね、自分よりね。自分はこれこうフラ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 しちゃうんだけども、もうピロとかで、あと、たまにね、ここでもあのご紹介するあの、佐藤ね。佐藤氏ね。佐藤氏がね、うまいんですよ、エイムがね。だからうちのね、あの、クラの中で一番エイムが下手なの自分なんですよね。チームリーダーなのにね。まあ前も言ったと思うけど、うちのね、チームというかクラン、炭酸電池はね、あのチームリーダーから、あの、なんていうのかな、エイムの上手くない順番になってる。そんな感じなんでね。はい、ヘッドショット。さあ、ここから、でも、ピロ撃ってるしな、ここでいいかな、撃ってて。同じとこで撃ってても仕方ないもんね。こっちで撃ってみようかな。あれ、敵出てこないな。2階にもさっきもいたのにね。あっ、MG42 の音がするぞ。どこで撃った？あ、角待ちで撃ってる、もしかして MG42。 あ、絶対そうだな、これ。ここの左だろ、また。あ、いるな。ちょっとスライドで出て、お、どこ。あ、ちょっと抜くのが遅かったけど、まあ倒せましたと。はい、勝利、50対34。 GG MVP いただきました。ありがとうございます。非常にいいねもらいました。いやー、ありがとうございます。いや、やっぱりこの銃連射ができるってのはすごい強みだよな。
遠くも撃てるし、いい銃だな、これ。使ってないけど、あんまり。はい、レートは91。でもって、ピロが80でした。どうも、ありがとうございました。いや、Sケースもね、このダイヤにするまで結構使ってみたらね、やっぱり、いい銃だなと思いますよ、本当にね。はい、相手方さんにもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。29-4です、3アシスト。ピロが16-2です、7アシストでした。まあヘリとかセントリー出したからね。はい、今回もねチームメートのピロにね協力してもらいましたけども、さあこれでねメテオリックというか SKS が多分ダイヤになってます。はい、ニューダイヤつきました。ダイヤのスイッチオン。いやー、やっと終わった SKS。 もうみんなが強い強いって言うからあんまり使いたくないっていうのでね、全然使ってなかったんだけども、途中でこうダマスカスでね、どうしてもまあ使わなきゃいけない時があったんでね、その時ぐらいかな、よく使ってたの。それ以来で使ったとしたら、このダイヤにするために結構使ってたっていう感じですね。やっぱ今使ったらすごい撃ちやすい銃ではありますね。遠いところも連射できるしね。いや、ダイヤにできてよかった。皆さんもねぜひね、いろいろな迷彩をね解放してね、 COD モバイル楽しんでみてください。ではまた次回をお待て。